ティア・アンコーじゃないか。知っているんですか、メレフ様。この辺りでしか取れない高級食材だ。いい味をしているぞ。このモンスターのような魚を食べるのですか。見た目はあれですけど、本当に美味しいらしいですよ。せっかくなので何か料理を作りたいんですけど、調理法を知らなくって。メレフさん、ご存知なら教えてくれませんか。大丈夫ですよ、面倒な部分は私がやりますから。メレフさんは料理の仕方の説明と味付けをお願いします。それだけならなんとかなるか。いいんですか、メレフ様、味付けできるのですか。心配するな。これでも舌は確か。ではまず料理方法を教えてほしいんですけど。焼き物や刺身にすることも多いが、鍋にすると絶品らしい。いいですね。じゃあメレフさんは鍋のスープの準備をお願いできますか。わかった。確か肝で出汁を取ると聞いたな。それならお任せしてよさそうですね。私は他の食材を買ってきます。わかった。カグツチ、何ですか。この気持ち悪い魚をさばくところから始めるのか。それはそうでしょう。できるのですか。いや、そもそも肝がどの部位に当たるのかも把握してないぞ。とにかく包丁で切り開いてみましょう。わかった。カグツチ、今度は何ですか。心臓が動いているぞ。どうすべきだ。とどめを刺した方がいいのか。そうでしょうね。反撃されると厄介ですから。カグツチ、目が、奴の目が私を見ている。口が動いて何かを訴えている。きっと心臓を奪った私を恨んでいるんだ。これ以上死者に鞭打つことはできない。カウツチ、あとは任せる。ちょっと待ってください。こんなの押し付けられても困る。